はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。究極合体 A to Z ドラゴンバスターキャノンです。さあ本日なんですが、ユニオンキャリアがねマスターデュエルで禁止になってしまうということで、まあ、スプライトが全部いけないと思ってるんですけども、まあ、そもそもユニオンキャリアくん、ユニオンキャリアしてるとこ見たことないんで、まあ、こいつはいつか行くだろうと言われてたんでしょうがないかなと思っていますが、ユニオンキャリアが行ってしまってとても困るデッキってのがありまして、これが ABC なんですよね。めちゃくちゃ困るんですよ。 ABC ってユニオンキャリア頼りなとこあったんで、展開がなので、まあ、今回は ABC なんとかしようと思ってデッキを組んできました。ユニオンキャリアなしで、はい、ユニオンキャリアない今何を使えば、まあ、展開できるかと。 ABC をね、これね、あのね、アハシマなんですよ。アハシマさん知ってます皆さん。融合サポートはアナコンダ、ペンデラムサポートはエレクトラム、そしてなんだ、ユニオンサポートはユニオンキャリアで、シンクロサポートはハリファイバーになってるんですけども、エクシーズサポートはねアハシマさんなんで、多分ねこれ次のね制限改定あたりでこいつも禁止になると俺は読んでいます。で、この橋場さんなんですが、効果、こいつがリンク召喚に成功した場合に同じレベルのモンスターを手札と墓地から1体ずつ特殊召喚して、でそいつを素材にして召喚できるよっていう効果がありましてね。で一応おまけ効果でうんぬんかんぬんって書いてあるんですけども、こいつをね出すメリットって、手札のモンスターをね素材にして特殊召喚できるくらいしか、やっぱなんかあんまメリットないんですよ。だってそもそもこそ同じレベルのモンスター2体で出すんだから、それ使ってエクシー召喚しろよみたいな話あるじゃないですか。まあ一応墓地のモンスターを素材にできるっていうのはあるんですけど、だからねこいつをね使うメリットってほんと ABC が一番なんか メリットかみ合ってると思ってて、要は持ってきたモンスターを素材にできるっていうのが強いんですよね。でアシマも使うんですけども、今回は展開に、今までってユニオン格納庫1枚から動きたじゃないですか、ABC。 あのね1枚は無理になっちゃいました。ちょっとね結構いろいろ考えたんだけど、1枚からはちょっとねどうやってもなんかちょっと展開が無理だなっていうことになりまして、一応ねユニオンキャリアない場合はユニオン格納庫プラスレベル4モンスター1体、レベル4なんでもいい。で今回は残機が入ってまして、まあ、展開見てくれればわかるんですけども、エクシーズ召喚アハシマでしていくんですけど、ここでね素材をね墓地に送りたいんですよ。アハシマの素材になった、アハシマじゃないや、アハシマで出したモンスターの素材を墓地に送りたいんですよ、すぐに。なので、まあ、リンク素材にするか、エクシーズ素材取り除けるやつがよくて、で、ダランベルシアンがサーキュラー持ってこれで、展開も結構伸びるんですよね。なので、今回はダランベルシアン入れて、サーキュラー入れて、アハシマ展開からサーキュラー展開までつなげて、妨害を用意していくっていう感じにしました。一応ですね、盤面なんですけども、サベージが、今までってインフィニティが出てたと思うんですよね、サイバードラゴンインフィニティが。サベージが出るようになりましたね、この動きすると。サベージが出て、まあ、一応、レベル4のモンスターがユニオンモンスターとかだと、そこにプラスして、あれが出ます。マスカレーナが。だから、最終場面、マスカレーナ、サベージ、ABC とかになるかな。ユニオン格納庫プラス、ユニオンモンスターであれば。ユニオン格納庫プラスレベル4モンスターであれば、このマスカレーナの部分がなくなる感じになるかなっていう。まあ、まあ、妨害は1個減るけど、まあ、普通に盤面としては、まあ、問題ないかなと思ってるのと、あと、このデッキ、勇者ギミックも入れられるし、セリオンズギミックも入れられるんで、一応ね、まあ、セリオンズちょっとあんま枚数入んないんですけど、残機サーキュラーギミック入れたんでね、入んないですけど、まあ、これも入るんで、まあ、ある程度妨害貫通能力も高いですし、まあ、妨害をケアする能力も高いので、まあ、そこそこアスベルデッキになってんのかなと思いますね。使ってる感じ、まあ、許容範囲内かなっていう感じでした。まあ、ユニオンギャラなくてもなんとかなるかなっていうイメージだったんで、よかったら対戦動画をご覧ください。デュエル、スタンバイ。ハンド強そうですね。強そうですね。これ、墓生あるから結構いろんな誘発がケアできますけれども。これ、あと、ウララとか普通にこれ、旅路あるからケアできそうです。バスター・ドレイクをとりあえず持ってきまして、ユニオン・キャリアとかいうガチでぶっ壊れモンスターがね、マスターデュエルでも行っちまいましたんでね。あれはなんかまあ、スプライトとかいうなんか劇的にやべえ飲み物が、まあ、実装されるから。
それの影響だと言われておりますが、とりあえずですね、これ、一応ルート考えてきました。はい。あのね、ハンドはね、ユニオン格納庫か、まあ、ユニオン格納庫に、まあ、同じ動きができるハンドプラスレベル4モンスターです。はい。レベル4モンスター。今回の場合は、プラスレベル4モンスターもう1体いるんで、若干展開伸びるんですけども、これは、ハンド的には、ユニオン格納庫プラスレベル、4モンスタープラス、ユニオンモンスターですね。はい。で、これはいつもの動きなんですけど、ここでいつも、ね、ユニオンキャリアを出してたんですよね。はい。必殺。無人機、アジマさんをリンク召喚で、出たで、アジマさんの効果をチェーン1。そして、チェーン2で、バスタードリックの効果。そして、C、クラッシュワイバーンの効果によって、手札からユニオンモンスターを特殊召喚するという効果を発動。まあ、これはね、ユニオンが、そもそも手札にないといけないんですよ。だから、初手でね、ユニオンモンスターを握ってやるときなくて、はい。で、バスタードリック持ってきまして、で、アハシマさんの効果で、今持ってきたこいつをエクシーストアにして墓地に送るという、この行為ね、はい、これです。これがですね、ユニオン格納庫をなくなった今、現状 ABC を僕たちが、まあ、展開するための手段。ちょっとね、正直ね、ユニオン格納庫1枚からはね、無理だった。展開的に。だけどね、2枚あればいけるから。許して。ユニオン格納庫でさ、なんかどうせ1枚持ってこれるから、まあ、大体結構、この感動は揃うんだけどね。で、ダランベルシアンから、残機をね、展開していくと。で、これで、一応ね、妨害作りに行きます。はい。ここのランク4だったら別に何でもいいんですよ。正直ね。で、このアハシマとかいうモンスター、リンクスワーにできなくてマジで邪魔なんで、ここで、ナブラを特殊召喚しまして、で、サーキュラー効果発動して残機が特殊召喚されたんで、超解除を持ってこれると。まあ、これはもう残機動画で散々パレました最強のカードですね。で、ナブラ自身をリリースすることによって、デッキから残機モンスター特殊召喚できるんで、ここでダイヤ出してきて、これ3体目の残機。でこれで、超解除を打ったところによって、ラプラシアンが出てくるという、まあ、そういう感じですね。でサーキュラーと、ダイヤでシンクロ召喚してサベージ出していく。でサベージシンクロ召喚成功時効果で装備しながら妨害を用意できる。これ今まではね、この辺が、サイバードラゴンインフィニティとなってましたけども、今回の場合ですと、ですね、今とりあえずマスカレーナを一回それで出しまして、で、ABC が出てくると。これよ。まあ、妨害する的には今までよりもなんなら強いまでありますね、これね、もはや。これ、手札もだいぶ潤沢ですからね。まあ、あとちょっとアラメシアの儀でね、勇者トークンと、グリフォニングライダーが出せていればよかったんですけども、まあ、これは無理なんで、まあ、とりあえずちょっと水使いを墓地ぶっ込んどいて、で、一応アラメシア予約しといて、まあ、次のターン勇者トークン出すの構え。威圧。これ威圧。で、墓地に存在する A バスタードレイク、 A バスタードレイクね、A アサルトコア、 B バスタードレイク、 C クラッシュバイバーをゲームから始まり現れよ。 ABC ドラゴンバスター、つー出たー、アハシマさん使って出たこれがね、無人機アハシマさんの実力ですよ。 A ユニオンキャリアが禁止され、まあ、ハリファイバーが禁止され、そしてアナコンダが禁止されたことによって、まあ、次の禁止候補はね、エレクトラム、いや、無人機、アシマと言われています。ふざけんな、ふざけんな、ガチでふざけんな、ちょ、マジでふざけんな、これ。このカード、キモいだろ、普通に。うざすぎるだろ、もうちょっと。一回、あいつは黙らせるか。ちょっと、チンプチンマジで黙らせよ、一回。マジでうるさい。超解除、これ、打った方がいいんじゃないこれ。さすがに。楽園なるどうせ。ちょ、楽園融合、楽園融合止めらんねえな、これ。どうせこれ、ドラゴスタッペリアに向こうって言われるからな。うぜーゲボうぜーゲボうぜー、ちょ、どうなんしよう。まあ、とりあえず一回出して、いや、これ分離できてないのもきついな、ABC が。超融合とかいうカード1枚でこれ分からされそう。これしかも妨害も、これ楽融合を抜けばいいんだ、俺。楽融合抜こう。楽融合があるビルか。
で、一旦チェーン除外して、で、ラ・プラシアンの効果によって、フィールドのカードと、相手のハンドを、墓地に送るという効果を発動するんだが、多分ここで、ドラゴンスタペリア打ってくるから、これ結局、これ置かれちゃうとスキルドラインされちゃうんで、ラプラシアンの効果で、その効果を無効にしてざるを得ない。いや、これ全部使わされた。超融合1枚でこれ全部使わされた。お納得がいかねえ。いや、おかしいな。めちゃくちゃ強かったんだけどな、反動。反動鬼ほど強かったんだけどな。なんかサベージとさ、ABC とさ、ダランベルシアンとマスカレーナでさ、実質4妨害から5妨害ぐらいは構えられてたんですよね。まあ、ドランベルシアンがもうちょい妨害数数えられてるから、まあ、5、6妨害ぐらい体感あったんですけど、普通に全部明かされました。え？あ、これアレブでもうちょいいる。効果発動できますよ、これ。発動した場所が違うから。スピードじゃないから。来た！来た！やったな！なんか開幕打ってくれたから、これ。なんか神ゲーが起きた。開幕抜かれるぞ。あいつ焦った結果、普通にラプラシアンの効果通って、やった、神ゲー起きてる。神ゲー起きた。超融合で調子乗ったか、あいつ。ちょ、マスカレーナ打つか。マスカレーナ打とう。こことこれでユニコーン出していく。ウィース、ウィース、ユニコーン効果、まあ、何でもいいな。A でも B でも、まあ、C でもどっちでもいいけど、B がいいのね。これ全部揃ってんじゃん、これじゃあ。この後、だから俺 A を送ったらもういけんのか。じゃあ。なるほど。とりあえず、ちょっともう一個帰ってもらって。はい。で、あー、そんな効果あったね。そんな効果あったね。でもそっちの効果使うと一応サーチが入んないからいけるね。サーチは入んない。で、手札は1枚。で、赤は使えないもん。相手素材がないし、いけるセット。なるほど、なるほど。あのステーカーなんでしょうね。とりあえず無許可、無許可の中だ、間違えた、無許可の再起動が来て、でアラメシアの儀を発動して、アラメシアの儀で一旦トークン出していく。これ一回グリフォンライダー出しといた。旅路効果、グリフォンライダー加えながらドラコバックを墓地送る。でドラコバックの効果を発動、そして勇者トークンに装備。はい、ここ出さなくてもいい。はい、でグリフォンライダーであの伏せカードを無力化。きた、あぶねえ、なんか全然返せるぞ相手の。あそこでも楽に開幕普通に温存されて普通に打たれてたら結構良かった。アスタルトコアを召喚、そしてユニオン格納庫の効果を発動。 A、 アスタルトコアに格納庫によって、あ、もうドライバーしかねえや、ドライバーを装備。あんま関係なかった。じゃあ歩行だな。こことこれよ、風を掴むんだ、いけ。ストームアクセス、アクセスコール投下、効果発動。チェーン1で、チェーン2、アクセスコールトーカー、打点が5300になり、そして A、 アサラトコアの効果によって、これあれだよな、ユニオンドライバー回収できるよね。あれ、これユニオンドライバーも回収できますよね。危ねー、ユニオンからドライバーを回収して、そして、まあ、とりあえずアクセスコールトーカーの効果により、それ何、そのクセカード、その後ろのカード何、追放。はあ、なるほど。アレベで置いといたらよかったのでは、墓地に。マジでよくもやってくれたな、お前。絶対に許さない。いけ !ABC! ドラゴンバスターマジでよくもやってくれたの、絶対に許さない。くたばれ。ヒュイー、これが、新、ユニキャリなし ABC のパワーだ。いけ、アクセス、インテグレーション、いや、これ十分いけんな、これ。うん、ハンド的にはね、これ強そうに見えるじゃないですか。これね、ユニオン格納庫1枚からだとね、無理なんだよね。
基本的に。これがね問題なんですけども、あーまあ一応勇者トークンをリンクツアーにしちゃうことができればこのハンドだといけるかな。ちょっとお前は一回黙れ黙れ黙らない。はい、厳しいですね。これね、テラフォーミングでセリオンズキングレギュラス持ってこれるんですよ。でレギュラスでユニオン装備するともう一回装備解除して特殊召喚できるんで、これでワンチャンありますね。展開できそう。ユニオンカルゴ1枚だけど勇者トークン間違えた、旅路があるから結構捨てられたりもするし、テクだからカードをね、これね勇者トークン出すときに要は結局ついでに貼られる旅路やじゃないですか、あれがね結局ね持ってきたモンスター捨てれるから割と相性いいんですよね。結局やっぱ ABC って墓地にないと、墓地かフィードにないといけないんで、素材が合体するためのテクだからね合体しちゃいけないって言われてるんですよね。はい、これはまあいつも通りの双剣展開が入って、あーこれはね結構やばいかな。いやもう二妨害でしょ、なんか超えれそうな気がしないでもない。使ってて思うけどね、やっぱね勇者ギミックめちゃめちゃ強くて、なんかこの辺もねなんかね、いやこれね意外とね相手の妨害の打ちどころによってはねなんか二妨害が踏めんだよ。まあ、あの双剣暗転だけあったら無理だわ、さすがに。セット OK、 双剣暗転だけあったらさすがに無理なんだけど、ドロー入る、バスタードレイク、あーバスタードレイク来た、ハンドは強かったっすけどねこれね。うん、まあ、どっか入るかと言われると、まあ、とりあえず一旦テラフォーミングから入ってユニオン格納庫あるから、まあ、ここ止められるなら止められていいし、それはそれで嬉しいしね。さあどうしますか。なるほど、どうする。これ一一旦セリオンズリングを持ってくる、発動、着実に踏み、あーうららか、抹殺っすか。これ抹殺ぶっこんで、でうららかまして、でこれ止めてくるなら止めてくるでいいや、これ止めてくるなら止めてくるでいいです。どうせバロネス咲かせれるんで、そうすると多分関翔が踏み、関翔と後ろが踏みに切るんで、まあ問題ないかなって気はしてますけども、まあここは一回止めては来ない。で、うらら。いけるぞこれ。相手普通に3妨害から、あの伏せカードなんか知らないけど4妨害があるけど、これ4妨害超える可能性あると全然。静電の目遣い、ハート。で、これ止められないから。あ、止められるかもしんねえか、別に。まあ、止められてもいいや。で、アラメシア。さすがにこれは止めてくる。これは止めてくる。ちなみに発動無効だから一応、もう一枚あったら発動できるんですけどね。まあ、ないんですけど。さあ、アラメシアの技を発動。どうする？止めてこない。そんなバカな。なんか全部通ってる。ユニオン格納庫は通るかな？じゃあ。ここまで来たら通していただけませんかね。これ通りますね。なんかどこ止めてくんだこいつ。なんか一生バロネス、これでもね結構辛いのはね、あの後ろがね暗転だとガチで終わるんだけど、クラッシュワイバーンですね。でですね、これ B 召喚して、格納庫と旅路の効果がこれはね、持ってきたいのが装備だから、こっちチェーンインして、これでもね、これでいいんじゃない？これで、で、こうじゃない？で、装備はこれ。これで、一応踏みに行けると思う。で、バスタードレイク、自爆特攻して、セリオンズキングレイクス出してもできるしね。で、これ持ってこれちゃう。あいつなんか全然何一つ、こっちの妨害邪魔し、妨害じゃねえ、こっちの手が邪魔してこないんだけど。え？なんだ？沈黙してるぞ。どうした？なんだ？まんまにでも怒られてんのか？大丈夫か？生きてるか？お、生きてるか？バラデスケン。バラデスケン。バラデスケン、これ、これ、整っちゃったよ、これ。
これあなた帰ることになっちゃいますけど大丈夫ですか。これ帰ることになっちゃいますけども、これ無効にしてたので結局ドラコバック戻ってきちゃうから意味ないんだよね。うん、全然意味ないね。その向こう、ガチでこれ使いどころうんこだったな、あいつ。で、トークンを最初にもう一回装備し直して意味がない。そうなってくるともう、やりたい方だなんだけど、まあ、とりあえずこういった運命の旅路をね、発動して、グリフォニングライダー持ってきて、で、クラッシュアイバーンを捨てながら、これでね、二妨害作れるんで、ここで。相手の妨害に対する妨害を作れるんで。こうでしょ？で、アーノクセカードと、石章は一応無効にできると。で、キングレギュラスの効果も発動して、これで、クラッシュアイバーンを装備してできると。これちなみに、ユニオンモンスターなんでね、ABC は全部。だから、装備してる状態だと、装備解除して特殊ができるんですよ。でレギュラスから装備したモンスターは別に特殊召喚なんか制約みたいなのかかってないから、ユニオンドライバーと違って。ユニオンドライバーはユニオンカカロコの効果で装備しちゃってるんで、これ特殊召喚できないんですけど、まあ、これもね別に除外してもう一回装備しのっちゃ、まあ別にあんま制約関係ないんだけどさ。アサルトないからアサルト装備して、で、アサルト出して、もう今、赤章の効果も、後ろの癖カードも別に両方とも無効にできるんで、全く問題ないですね。はい、マスカレーの先に出して、で A、B 両方とも効果使っていいな、これ。B バスタードリーク効果と A 効果使って、これトロイメアユニコーンできるんで、も回収しちゃったやつ捨てればいいから、A 効果で B 回収して、で、まあ、B 効果は別に何でもいいんだけど、まあ、結構何でもいいな。結構何でもいい。はい。で、C 装備解除できるんだね、これ。C 装備解除して特殊召喚。これがさすがに強いわけですわ。はい。これがレギュラースのパワーですね。で、マスカレーナと C で、リンク召喚してトロイメアユニコーン、エチガイはよ、トロイメアユニコーンエチガイはよ。それはね本当にマジで、対象はそれ、それ何、それ何、それ石章、あ、効果使ってくるんだ。もう普通に無効できるよね。はい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 。で、最初は。なるほど。まあ、全然無効にして。グリフォンの方がいいか。グリフォン、まあ、どっちなのか変わんねえけど、まあ、グリフォンでいいや。グリフォンどうせ次持ってこれるからな。レギュラスは、戻ってこれないんで。で、ユニコーンの効果でバック戻して、で、自分の墓地の B と C と A を除外して、行け企業合体 ABC ドラゴンバスター、ドラゴンバスターのモンスター効果、テルドは一枚墓地を振り、相手のカードを除外、ドリャー、行けー、つえーマジで相手のバロネスの打ちどころ、なんか一生温存してたらなんかあれだったけど、まあ、多分まんまに怒られたんでしょうね。対戦ありがとうございました。うわ、すげえ残機きたわ。やっぱ愛されてんの俺、残機にヌル、やばい、最強ショーだ。ヌルはやばい、ヌルから入られるとやばい。これ何パターンの冥界だ、冥界久しぶりに見たな、これ。強そうな動きしてんな。あー、やばそうな動きしてるね。これね、真剣ゼミで見たことあるな、この動き。これ真剣ゼミで見たことあるな。これ、アルティミトルビシブラキやめて。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 これはやばいぞ。世界が終わりそうな気配がプンプンするな。あー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 
打点高すぎ。何このトークンとトークンって。いや何これ、わからんわからんわからん。いやおー禁止だろそれ、お前禁止だろそれ、禁止カードだろそれ、おいそれがなくて苦しんでんだよこっちは。ゼロオールはあかん、ゼロオールは、いやあかん、あかんって。終わったこれ。ユニオンキャリア何装備するのこれ、何装備するのこれ。ちょそれ禁止だって、もう脱法だよ脱法デッキだよ。ちょおまわりさん、あいつ、あいつリミットレギュレーション守れてませんけど。あーあーなんかいろいろできたなおい、やっべ。あー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 あああドローしすぎ、ドローしすぎ、ドローしすぎ、ちょダメだって。おいそれ禁止だってば、だからおいおふざけんなよ、ふざけんな、何がおもろいねんこのゲーム。ユニオンキャリアとかいうモンスター、ユニオンをキャリーしてるところ見たことねえけどマジでマジで、ちょっとコメント欄の皆さんにお聞きしたいんですけど、ユニオンキャリアってユニオンキャリーしてるとこ見たことあります？